はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルーシュです。ハーツオブアイアン4の続きをプレイしていきたいと思います。ちょっとですね、まだ鼻声気味なところがあって、お聞きづらい点も お聞き苦しい点もあるかとは思うんですが、最後までお付き合いいただければ嬉しいなと思います。でですね、前回までに独ソ開戦、ドイツとソ連がついに開戦をして、しかもソ連の、破竹の勢いって言っていいのかな、ベルリンがドイツ側陥落するまで追い詰められたという状況まで、お届けをしてきたかなと思います。で今回はその続きになるんですが、とりあえずですね、もう枢軸国側に加わってしまっている以上、ドイツが敗れることイコールイタリアの孤立につながりますので、ドイツの支援のために師団を送り込んでいます。15師団、それがこちらにあるドイツ支援軍という部隊ですね。どこまで、ではそのドイツ支援軍が到達しているかというと、現状ですね、このドイツ支援軍はこちらまで進んできてますね。ここにいるのが、ドイツ支援軍になります。なのでこのドイツ支援軍を、きっちりベルリンの奪還のためにですね、作戦行動を進めていきたいというところが今回の主なゲームポイントになるかなと思っています。では早速ですね、プレイの方を始めていきましょう。進撃ルートとしては、プラハを通ってベルリンまでっていう感じになるかなとは思うんですけどね。あとは戦艦が旧式装備になってますよっていうお知らせが出てますので、戦艦をではちょっと見直しをしていきましょう。ただ鉄不足か。なるほど。ドイツから鉄を輸入していたものが、ドイツが追い詰められていくに従い、鉄の輸入ができなくなってますね。ということも考えて、早急にやっぱりドイツの支援が必要になってくるなというところですね。資源マップも確認しておきましょう。で資源マップで見るとすごく分かりやすいんですが、ここにある鉄ですね、デューリゲンから取れている鉄、さらにはここにあったザクセンの鉄、さらにはこのニーダシュレージェンの鉄、このあたりがですね、ドイツに返してあげないと輸入ができないという状況になってますので、早急に進めていきましょう。では時間を進めていきます。いやー、まさかここまで早くドイツがね、撤退を余儀なくされるとはちょっと思わなかったんで、その分少しいい状況としては厳しい状態になってますよね。鉄がないとどうしても苦しくなる一方っていう感じかな。装備もね、ままならないという状況になってますからね。せめてその鉄がね、きっちり確保できるだけの貿易ルートでも確保できていればまだ別なんですけどね。現状だとそれも難しいからな。戦況は一進一退ってところかな。
まあ、我が軍、イタリアから出てる15の師団に関しては、まあ、15を一つにまとめた師団なので、それなりにね、強力な師団にはなってるはずなんですけどね。ただ、ソビエトの方もね、結構師団をまとめて運用してくるっていうのは、きっちりやってますからね。研究ができましたね。では飛行機もどんどん新しいものへと公開をしていきましょう。で、あとはですね、ちょっと一旦、まあアフリカ戦線の方もね、ちょっと見ておきたいと思います。で、視聴者の方からですね、軍団、師団を、まあ運用というか、その前線に配置するときに、コントロールキーを押しながら、師団を選択した状態で、前線マークを押すと、前線をきれいに師団で配置できるようになりますよということを教えていただいたんですが、ちょっとですね、僕のやり方がおそらくまずいんだとは思うんですが、うまくできなくてですね、今これ、まさに師団を選択している状態で、これにコントロールを押して、で、前線を先に多分指定するんじゃないかなと思うんですよね。前線をこう指定して、で、この状態で、ちょっと違うんですよね。ちょっとこの辺りは ちょっと慣れないとよくわからないかなというところなんですが、今、師団をしていて、前線マークを押して、いや、違うな。先に師団を選択した状態でコントロールキーを押して、前線マークを押して、いや、違うな。前線じゃない。まず師団を押して、師団を選択した状態から、この状態で、今コントロールを押している状態で、コントロールキーを押しながらクリックして、選択したユニットをこの命令に割り当てますということなんで、これでいいのかな。ちょっとこれで一旦動いてもらえますか。なんかうまく動いた感じは全くしないんですけどね。で、こっちの突撃攻略友軍の第1軍の方を、そしたら今、コントロールを押して、前線を押しますと。違うな、先に前線のマークを配置して、で、前線を作った状態で、コントロールキーを押して、これでいいのかな。コントロールキーを押しながらクリックしました。で、コントロールキーを押しながら右クリックでこの命令に分けられたユニットを選択する。だからいいはずだね。これでうまく前線に配置できたんだろうか。ちょっとね、確認して見ていきましょう。師団が動いたら綺麗にまとまってくるかなと思いますんで。で、国家方針の方ですが、もうほぼほぼできるところはやってしまったので、そうだな。今すぐできるほか有効な研究がもうないので、
そうなるとアンロックしていくしかないかな。ちょっと一応確認しましょう。潜水艦への注力とかね、このあたり、まあ、駆逐艦とかやっときますか先に。じゃあまだできることはあるということで、で、あとはプレダ BA65、 これが新しい装備にリプレイスできますので変えていきましょうか。近接航空支援機をリンチにリプレイスしていきましょう。で、あとは軍需工場ですね。今鉄がないからな。そうなると飛行機をねちょっと増やしていくぐらいしかできないかな。すぐにできる内容は。海軍の再編成を目論んでいたんですが、もう難しくなってきましたね。海軍の再編成をするには鉄が足りなすぎる。では一旦、ドイツの支援軍の様子見ていきましょう。ドイツの支援軍の方も頑張ってはいるけれどもという感じかな。こういう時にね、日本軍が極東をこうきっちり攻撃してくれてるとね、ソビエトもこの大きな軍勢をこの大大陸を移動せざるを得なくなって結構厳しい状況に追い込めると思うんだけどな。現状だと、まあ、ソビエトのは満州近辺の国境境にそれなりの軍勢は出してはいますけどね。で、相変わらず日本は中国と戦闘中。さらにマレーではどうなんだろう、アメリカ軍イギリス軍と戦闘中かな。で、ちなみに僕の大好きなタイは枢軸国側に入ってくれてますね。まあ他の動画とかでもね、まあお話はしているんですけど、結構あの旅行が好きでタイの方にはよくよく年に、まあ多い時だと5、6回行ってまして、次行く予定がですね、一応6月にちょっと早めの夏休みをいただいてですね、1週間ほど遊びに行こうかなと思ってますんで、まあ、その様子もね、収録機材をタイのホテルに持ち込んでですね、お伝えしていければいいかなと思ってますんで、ぜひぜひ皆さんそちらの方もお楽しみにしていただければなと思います。ちなみにギリシャの方は上陸とかされてないよね。大丈夫だね。あのちょっと油断してるといつの間にかイギリス本土に上陸されてるなんていうことがよくよくあったので、まあ、ちょっと心配はしていたんですけどね。で、あとはこの突撃攻略友軍第2軍がどうなんだ、これまだ命令実行できない段階。ここにこの友軍を割り当てましょう。なるほど、最大10師団までしか強襲揚陸ができないというわけだな。であれば、ちょっとこの中から師団をじゃあ外していかなきゃいけないわけですね。師団から外していく人でいうと、まあ、この辺も外していきましょう。10師団までしか選べないと言われているので、まあ、上から何個か外していけばいいかな。
で10個の手段が割り当てられたので、まあ、これはこれでよくて、教習予備校してもらいましょう。で、日本からの要請では、敵国イギリス、フランス等々を含めた連合国軍への戦争への参加要請、もうこれはね、参加しちゃってるんで、拒否する理由も特にないですからね。参加していきましょう。いや、本当に海軍の再編成をするってね、前回あたり、前回、前々回ぐらいですかね、お話してきたと思うんですが、まあ、今回ね、その海軍の再編成っていうのが、ドイツが押されてることによって、冒頭お話したように、全く鉄が足りない状態になってしまってるんですよね。じゃあ、鉄がどんくらい足りないかというと、43足りないと。で、他に関しては、まあ、ある程度余裕がありそうですね。石油、アルミニウム、ゴム、タングステンにクロム。あたりは足りてそうだと。で、もう一つあるとすれば、生産のところですね、見ていくと、もう鉄が足りないことによって、どっからままならない状況になっているかというと、やっぱりここだな、軽巡洋艦から作れない状態になってますね。となると、当然ながら、船が足りない。軍艦が作れないっていう状態にどんどんなっていってますね。で、我が軍の艦隊。今だとですね、運用中のものが第1、第3、第7艦隊になってます。で、イタリア第1艦隊っていうのは、船が作られると、デフォルトでこのイタリア第1艦隊に編成されますというところになってますんで、実質今運用しているのが、主力第1艦隊。これに19艦入ってます。ここには戦艦含めた主力艦が入ってますね。だいぶ数が減ってるな。戦艦2、重巡洋艦が2、軽巡が7、駆逐が5、で、潜水が3っていうね、19艦隊。残りはもうちょっとね、悲しい感じになってます。で、あとですね、今、集結中の艦隊としては、このイタリア第1艦隊、これ第2艦隊として再編する必要があるかなと思うんですが、今だとですね、軽巡までしかないので、戦艦が1隻就航した段階で、これを第2艦隊として、まあ、再編成していきたいと思っています。まあ、そのためにもやっぱりね、ドイツの支援はしっかりやっていかなきゃいけないですね。ただ、膠着してるなぁ。頑張ってくれてはいるはずなんですけどね。で、対艦攻撃機も新しい技術へとテクニカルリフレッシュかけていきましょう。で、それに伴って、まあ、その旧式装備を新しいものに変えていきます。サエだから新しいものですね。じゃあ、この戦闘機をこのファールゴーレに変えていきましょう。今このマルタで合ってたかな？ちょっと確認しましょうね。イギリスの、合ってますね。地中海にあるマルタ海軍基地の攻略のために、この突撃友軍第2軍の10師団を送り込む手はずになっているんですが、これがどうだろう？まだ動き出さないかな？制海権は、地中海東部が微妙なのか。となると、地中海東部に対して、第3艦隊をちょっと派遣しましょう。で、さらに第7艦隊。まあ、この辺りももうかなりね、厳しい状態にはなってるんですけどね。
やっとこの10艦隊10師団がマルタに強襲揚陸をかけに行きましたね。そしたらこの新しくはないな、これらをドイツ支援軍に再編成しましょう。10師団のために9個の師団を突撃機動群から外しましたので、その外した9師団をドイツ戦線の方に送り込んでいきましょう。問題はこの突撃攻略友軍の第2軍ですね。旅団とかね、そういう名前にしてもよかったかな。友軍とかっていうよりもね、旅団みたいな感じにした方が精鋭な感じがしますけど、ちょっとマルタの攻略も見据えつつ、あとは、あれですね、アフリカ領ですけど、ビシーフランス領にしてたの、ドイツの直轄地に変えてますね。傀儡国、ビシーフランスではなく、もう完全にドイツの植民地化してますね、アルジェリアは。で、あとは、注意しなきゃいけないところ、おお、そうだな、前線、確かに前線にきれいに配置されてますね。そうするとアフリカ解放第一軍、彼らに攻略命令を出しましょう。コントロールキーのやり方、なんかこう要領よくできた感じはしないですけど、なんとなくはできてたっぽいですね。本当にありがとうございました。教えていただいたのはですね、視聴者の方で、ちょくちょくコメントいただいている北条氏政さんですね。この北条氏政さんのですね、アイコン、これ多分大河ドラマ「真田丸」の北条氏政だと思うんですけど、これがねものすごくいい顔してるんですよ。もう大好きな顔なんですけどね。さあ、では駆逐艦ができたので、護衛船団への注力をすると何がいいことがあるかっていうと、次の国家方針ですね。研究ボーナスか、なるほど。ソルダー級、チクローネ級とかの研究ボーナスがつくと、ただこの辺はすでにできてるかな。あとは護衛空母か、ただここは先に潜水艦への注力を選択しておきましょう。で、あとは軍需工場ですね。今だと鉄がないので飛行機を量産していくしかないですからね。では突撃攻略友軍第1軍に関しては、イギリス領ですねの攻略に入っていってもらいましょう。で、そうこうしてるうちにおそらくマルタの方が、そろそろ動きがあるかなというところなんで、マルタの方に切り替えていきましょう、画面を。全然ついてないですね。自由フランス2師団、イギリス2師団がマルタで待ち構えてるんだな。ここに我が軍が入っていくという感じですね。まだちょっと到着までに時間がかかりそうだな。うわー、押されてるなー、ドイツは。さらに押されてますね。フランクフルトも失陥して、どうだろう。ベルリンなんてとてもとても、奪還できる感じじゃないな。いや、これ本当にいよいよドイツが崩壊する感じになってきてますね。幸いなことにイギリス軍が上陸してきていないものの、自由フランスがノルマンディーを取ってますね。いや、これはちょっとまずいな。ちょっと外交的な手段を講じていく必要がありますね。まずは主要国、
合衆国と不可侵条約は無理か。関係改善をしていくしかないな。あとはどうだろう、連合国側の主要国、オランダ、いや無理だな、改善してるもんな。どうしたらいいんだろう。これね、もう標的をソ連に変えていかないと話にならないんで、いや本当に困りましたね。ドイツがこんなにも早く敗北する雰囲気になるとは思わなかったな。いや、これね、時間の問題ですね。そのソビエトがドイツを完全に食うのも。ちょっとなんか外交的な手段で解決は望めないのかな。ドイツ軍がここまで押されているとどうだろう。もう前線の維持は不可能と言っていいな。本当にこれ、一足早くソビエト対連合国軍側の戦いになりそうな感じにすらなってきましたね。もうドイツはこれ以上は頼りにできないのは明白。反撃の機会もなく押し切られそうな雰囲気ですね。となると国境境、あんまり考えていなかったんですが、イタリア北部に対しても少し戦闘機とかを配備していかないといけない感じになってきましたね。ドイツ軍はもう反撃する術はないのかな。ベルリンの奪還なんてもはや夢のまた夢だな。まあ、トルコをね、戦争に巻き込もうとしてますけど、この劣勢な状況で果たしてトルコが参戦してくれるのかっていうのが謎だな。ちょっと後でトルコの状況も見ておきましょうか。
まあでもイタリア、アフリカで最大勢力になったな。イギリスの追い出しも時間の問題ですね。で、トルコはというと、ソビエトと国境を接してるけど戦闘になってる気配は今のところはないな。マルタ攻略隊が進んでないのはやっぱ制海権がないからかな。全然進んでる感じがしないですよね。ずーっとこのね、海沿い近辺でもた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 してますけど。ちょっとは進んでってんのかな。本当にゆくーりゆくーり進んでってる感じですね。野戦病院が、復活というか先に進んだので、まあ補給兵とか入れとく。補給兵だと何がいいことがなるかっていうと、回復率とかがちょっと上がってくる感じですね。そしたらもうこれ以上その新たな人的資源の要求っていうのは難しいんですよね。さあ、トルコは我が軍を支援するため9個師団の遠征軍の指揮権を譲渡する。おお、9個師団か。しかもありがたい。その9個師団の遠征軍をじゃあうまく使っていきましょうか。また戻ってきましたね、彼らは。制海権がないのか。ちょっと制海権見ておきましょう。やっぱこの地中海東部も制海権自体は持ってそうな感じはありますけどね。じゃあ戦術爆撃機を研究していきましょう。で、旧式装備ですね。対艦攻撃をリフレッシュしていきます。マルタの海軍基地、イギリスのね、ここの攻略すらできてないっていうのはちょっと情けないな。海軍の弱さを露呈する形になりましたね、本当。で、アフリカ戦線の方ではイギリス軍をさらに駆逐してますね。このままうまく進めばきっちりイギリスを追い落とせるでしょう。アフリカから。問題はヨーロッパ戦線ですね。数の面ではね、そんなに著しく劣っているという感じもあまりしないんですけどね。
はい、ではですね、ちょっとドイツがさらに追い込まれてきている状況ではありますが、時間がいい時間になりましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。ちょっと本当にこのままドイツが押し切られてしまうっていうことを前提に、戦略の見直しが必要かなと思います。まあ、アメリカに今更媚びを売るっていうね、ことを始めてはいるものの、おそらく効果がないんじゃないかなと思うので、なんかね、まあ、生き残りのための作戦を考えていきたいというところですね。まあ、領土拡大の野望はもはやない。あとは防衛しつつ、どうするかってことですね。あとはもう一つあるのが、何を目的とするかですよね。一応世界大戦に勝利する、まあ、主要国であるフランス、イギリス、アメリカ、あたりを降伏させることができればいいかなと思って始めたんですが、フランスはね、すでに降伏状態にあるものの、まあ、そのフランスを占領していたドイツが風前の灯火。で、イギリスは、本土に関しては無傷で健在。アメリカは、まあ、やっと参戦してきたばかりということで、まあ、国力がね、まだまだあると。いう状況を考えると少し難しいので、どこを目標にね、やっていくか。で、もう一つの目標であった、まあ、操作、仕組み、ゲームの内容を把握するということに関しては、まだまだね、初心者の域をもちろん出してはいないものの、まあ、少しは分かってきたかなと思いますので、今後プレイを予定している日本、あと大好きなタイでのプレイですね、まあ、プレイのコツ、やり方、攻略方法については少しずつ理解が深まってきたかなというふうに思っています。というわけで、次回この続きをプレイしていきたいと思いますので、まあ、なんかこんなことをやってみたらとかね、お気づきの点あれば、動画のコメント欄、チャンネルのコメント欄、もしくはツイッターの方までお寄せいただければ嬉しいなと思います。というわけで今回はここまでにします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。